折り板は屋根の工法の一つ。主に断面の構造に重点を置いて開発されたもので、工場、カーアート、車庫などの鉄骨の建物に多く使われており、金属屋根の代表的な屋根工法となっている。折り板の屋根0.6から1 2ミリメートルの後半を用いて、ロール成形機によって折り板を成形加工する。 2メートルから6メートルの間隔の折り板の流れ方向に直行した梁の上に固定用のフレームを鉄骨に溶接する。タイトフレームの上に折り板を乗せ、ボルトや金具で禁定する。以上が大まかな工法である。他の屋根に比べて非常に長さを長くすることが可能で、トラックで運搬できない場合は、機械そのものを建設現場へ持ち込んで、その場で成形しながら、 屋根を吹くことも可能である。特徴としては、大型物件の大きなスパンが必要な建物で有効な工法となっている。固定の方法は代表的なもので3種類ある。重ね式折り板折り板本体をタイトフレームの剣先ボルトで貫通し、ナット、ザガネ及びパッキンで締め付ける工法。最もオーソドックスで、比較的小規模な倉庫、工場やガレージ等に使用されている。 ハセ式折り板折り板本体の接合部分に、ハセと呼ばれる加工を施し、タイトフレームと折り板本体を、釣り子と呼ばれる金具で固定する工法。最終工程として、ハゼの締め付けが必要となる。重ね式と異なり、屋根上部にボルトが突起しないことや、指向性が良いことから、大型物件や、長尺屋根に使われている。また、ハゼの形状から、丸型と角型がある。 看合式、折り板現在看合式折り板は2種類ある。A キャップ式ータ折り板折り板本体同士の接合部を看合できるように加工し、タイトフレームに折り板を固定、その後看合部の開口をキャップ材で被せる工法。ハゼ式折り板と共通する部分が多いが、ハセ締め工程がなく、キャップの固定作業が必要となる。B ハゼ式折り板折り板とタイトフレームを、 看合できるように加工し、接合部に加工したハセによって釣り子を使わず固定する。折り板の固定位置を釣り子部分からタイトフレーム本体に変えた工法。ハセ締め工程があるが、ベッドキャップ材を加工、取り付けする必要がない。最も多いのが、ガルバリウム鋼板もしくはカラーガルバリウム鋼板である。稀に、フッ素鋼板やカラーステンレスもあるが、いずれも、 費用対効果の面から極めて稀なケースである。ありがとうございます。